今後ですね、平成27年度以降特にですけれども、社会保険料に関して、厚生労働省の方でですね、公表していることもありますけれども、厚生年金ですよね、厚生年金未加入企業あるいは、加入漏れ、の企業のですね、取り締まりというか、調査指導ですよね、そういったものを強化する、あるいは国民年金の保険料を納めていない未納の方の対策ですよね、こういったものも強化するというようなことが報道されているし公表されています。要は、年金制度を維持していくために入ってくる方ですよね、保険料の方をきちんと払うべきなのに払っていないものを回収きちんと集めましょうというようなことですよね。そういったことを今後力を入れて行われることになっています。